大型輸送機が着陸失敗、爆発。ワグネル傭兵が登場か。動画の最後に、ロシア軍の本日までの損害が掲載されています。バリ共和国ガオ空港で、ロシア製大型輸送機、イリューシン76イル76の着陸失敗と爆発がありました。航空当局は、事故の原因を特定するための調査を開始しましたが、初期の報告によれば、ワグネル傭兵が搭乗していた可能性が浮上しています。現場からの目撃者によると、滑走路を外れて爆発した模様です。ワグネル傭兵が乗っていたのか？乗っていたとしたら、何名乗っていたのか？これに関して気になるインタビュー記事があります。先日、ウクライナ国防情報局長、キリロ・ブダノフ中将が、次のようにインタビューで述べました。世界のどこでも、私たちはロシアの戦争犯罪者を捜索し、追跡します。遅かれ早かれ、彼らがどこにいても、その時が来るでしょう。従ってある地域で、ロシアの戦争犯罪者の身に、何かが起こったとしても、驚かないでください。これは、イスラエルのナチハンターのように、ウクライナ特殊部隊による、ワグネルハンターか、続報が待たれます。この戦争に、ウクライナ軍が勝利して、一日も早く平和な日々が、訪れることをお祈りいたします。また、この戦争に、ウクライナ軍が勝利した暁には、日本の北方四島が返還されることを希望します。ロシア軍の本日までの損害、人員、約277,660人340人、戦車、4687台、8ユニット、装甲戦闘車両、8972台、10ユニット、砲兵システム、6409機、34ユニット、MLRS794機1ユニット、防空システム、536機1ユニット、航空機、315機0ユニット、ヘリコプター316機0ユニット、